おはよう、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 ジャン君、パンちゃん、おはよう。おはよう。パンちゃんがやっと、お布団から抱いてくれました。あ、トイレでした。失礼。昨日の夜、雪が降るっていう話だったんで、寒いのかと思ったら、そうでもないな、朝ね。寒くない？今はね。外はちょっと曇りがちですが。隣の部屋とか行くと寒いんじゃない？いや、昨日とかの方が寒かったかな。昨日寒かった、まあ、毎日最近寒いんですけど、うん、エアコンが効いてない部屋は寒いです。ジャン君、あ、ジャン君はポンちゃんのトイレの後始末を、あ、ポンちゃんは喜んで走り回っています。ポンちゃん、ジャン君がかけています。ポンちゃん、ポンちゃん甘えん坊だね。ジャン君にトイレの始末までさせるポンちゃんです。ポン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 、そして始末したらトイレがしたくなったようで、自分もしました。そして自分の分もさっき。ジャン君は偉いね。偉いです。外敵が来るかもしれないもんね。何がいてきかな。ポンちゃんはいいよね。ポンちゃんは待遇すごい抜群じゃんね。ジャン君が全部面倒見てくれるからの。いいね、ポンちゃん。うんうんうん、ポンちゃん、ポンちゃん可愛がられてるね。ポンちゃん、へい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 、ポンちゃんお兄ちゃんに愛されてるね。よかったね、ポンちゃん。よいしょ。さあ、今日も一日始まるぞ。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、精が出ますね。その材質のふかふかもふもふ大好きなんだね。海の親を思い出しているのかな。とてもすやすや気持ちよさそうに寝ておりますが、はい、またお届け物です。ありがとうございます。島原納豆味噌聞いたことね。でもなんか美味しそうなんだよ。食べる醤油の実、うん、へえ。なんか麹っぽいよね。なんかね、普通がね。昆布と生姜入り、うん、もうこれだけでうまいのが決定してるね。うん、ありがとうございます。そしてこれはナチュラルハーモニーの生切り餅、ね、石川県。作った人の名前まで入ってるよ。見た目は佐藤の切り餅と同じサイズ、同じ体裁ですが、なんかナチュラルっぽいちゃんとしたやつ、うん、
美味しそうだね。へい。そしてこれもまたよくわからない感じの大沢の大豆から揚げ。から揚げ。ベジミート。あ、なんか。ああ、ベジミートだって。ベジータみたいな人。ベジタブルミートだから、うん、あの大豆で、うん、あ、から揚げっていうのは本当にから揚げっぽいよってことなんだ。なんか肉の代わりにってやつじゃない？食感があるじゃないの。お肉の代わりにって書いてあるよ。この状態で冷えた状態で食べとく。あ、このこの辺に書いてある、ね。あ、作り方って書いてある。見えません。100お湯に約10分浸し戻します。うん、絞って水切りをし、生姜、ニンニク、醤油等で下味をつけます。うん、2に、細かい片栗粉などまぶし、うん、油で揚げます。なるほど。なるほど。最終的には油で揚げるんだ。うん、でこれをフリーズドライの状態みたいな風になっていて、ね、水で戻して、なるほど。それをちゃんと覚えとかなかったらこのままガリガリ食ってたとこでした。でも裏をちゃんと読めば平気だよ。それがね、裏読まないやつっているんだよ。私は読むよ、食べ物の時は。はい、大豆お菓子かと思って。俺だったら大豆を主原料に作ったお肉の代わりに使えるベジミートです。はい、ジューシーで鶏肉のような食感が味わえます。すごいね。あ、煮物とか炒め物にもできるって、うん、唐揚げや、まあそうだよね、うん、唐揚げの、入った料理ができるってことだね。なるほど、うん、ちょっと楽しみになったね。面白い。そしてこれもなんかエコっぽい、タンザニア、キリマンジャロ、コスタリカ、コマタスジ、わかんないね、コーヒー、コーヒー各種いただきました。タンザニア、エチオピアの森で育った野生のコーヒー。なんかすごいぞ、すごいぞ。ゴマタスジコーヒーっていうのは聞いたことないけど、うん、まあなんか地名か何かかね。うんうん。ということでありがとうございます。あ、見えない。キリマンジェロのから辻村っていう農園があるんだって、はいはいはい、そこで採れましたよっていうことみたいだね。なるほど。いただきます。そしていろいろだ。おせんべいいただきました。片焼きせんべい味噌ナチュラルハーモニー、さっきのナチュラルハーモニー。そうだね、この同じ米でできて、もち米ともち米ってことか。うんうん、そういうことだね。石川県の、うまそう。そして橋爪さん、これは片焼き餅オリーブオイル。オリーブオイル味、ちょっと洋風な感じにしようかな、うん、これさ、こたつがあったら ね、 そうだね。こたつに入って、お茶とおせんべいだね、うん、もうちょっと年を取ったらそういう生活にしようかな。うるち米米国産米味噌甘酒、甘酒も使ってあるんだ。はい。そして、美味しそうだな。最後はのだめエキナケア、うん、エキナケアエキナケアのど飴。アメリカ先住民族の知恵、ナバホ族とかそういうやつだね。スー族とかそういうやつだね。のエキナケアナケア配合だそうです。それは、インディアンとかそういう人たちが見つけた。あ、花だ。あん、ね、お花のパッケージだもんね。お花の絵が描いてある。なんだ、日本にもありそうな花だね。バンラン根リュウガン肉入り。なるほど、そういうハーブが入っているよということで、1月の22日に歌うので、それまでちょっとこれで喉の調子を整えたりなんかしたりなんかして。あ、東洋ハーブと西洋ハーブが入ってるんだって、うん、あのどうしてもさ、うん、お菓子として飴を舐めちゃうことがよくあるのでちょっと気をつけよう。本番にあ、ない食べちゃったってならないよね、うん、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。
どん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 。そしてポンちゃんはどうですか。ポンちゃん、ポンちゃんね、ジャン君にのかつ、ほら起こすのはかわいそうだね、うん、ということでポンちゃんチェックは今回はなしでよろしく。どうもありがとう。ジャン君足がしびれてきたね。